香川温泉駅駅がが新幹線の停車駅となって5ヶ月が経ちました。周辺では今も整備が進んでいて、私が立っているこの場所にも、新たな施設が建つ予定できょうはその加賀温泉駅周辺の整備についての検討委員会が開かれ、加賀市や地元の観光協会などの関係者が、今後のスケジュールや建設予定の施設について意見を交わしました。 力は今月中にも在来線の仮駅舎の撤去工事が完了することが報告され、その跡地に立つ施設も紹介されました。それがこちらです。ガレリアと呼ばれる全天候型の広場で全面ガラス張りの造りとなっています。床面積はおよそ1800平方メートル賑わい創出の場として期待されていて。 加賀市は再来年20年2026 3月の完成を目指しています。ダイナミックにこう動いてる、こういうドーム、なかなかないので、モダンを通り越して、未来に向かってるなっていうそして、駅の高架下でも観光情報センターや飲食店が入る施設の整備が進んでいます。 こちらの施設は今年12月1日のオープンを予定しているということです。